バンダルガン国立公園、バンダルガン国立公園、アルガン省国立公園は、ヌワクショットとヌアディブの間に位置する、モーリタニア西岸の国立公園である。ティミリス岬を中心とする1万2 0 0 0トルの国立公園で、面積のおよそ半分は海域である。沖合には、暖流と寒流がぶつかる潮目があるため、魚が多く集まり、 それを目当てとする鳥類や海生哺乳類も多く集まる。とりわけ、公園内のティドラ島、ニルミ島、ナイル島、キジ島、アルガン島などを含むサスは、渡り鳥の楽園と化している。こうした鳥類と海洋生物の多彩さが評価され、ユネスコの世界遺産リストに登録されている。モーリタニア北西部ダフレトヌアディブ州の沿岸部の陸地及び海域が対象だが、 国立公園内はかなり平坦な地形であり、最高点は標高15メートルである。海洋も遠浅の海が広がり、国立公園内では最深部でも5メートルの深さしかない。気候は温帯と熱帯の境界域に当たっているという点と、砂漠が多い陸地と海風が冷やされる海洋からなるという二つの点で対照的である。 年平均降水量は3 4ト、mm、ルから4 0ト、mm、ルと、かなり低い。植物省は、生物地陸上の区分では、旧北区とエチオピア区の境界域に位置する。砂漠が近い陸地には、赤坂、タデカ、東大草かなどの植物が見られる草地が散在する。沿岸部にはまばらにギダマしの将軍聖地が見られ、西アフリカでのマングローブが生育する北限と、 なっている。砂漠が迫っている環境であり、湿地帯の消失すら懸念される事態になっている。遠浅の海には多くの海藻が繁茂しており、アマモカのゾステラノルティー、ハロデュレウリグティーなどが見られる。バンダルガン国立公園が、鳥類の数の多さと種の多さの両面で、十字鳥類国立公園やサリウムデルタなどを、凌駕する西アフリカ最重要な鳥類の繁殖地、 越冬地であることは国際自然保護連合やバードライフインターナショナルが共通して認識するところである。この国立公園にはおよそ700万羽の渡り鳥が飛来し、そのうち300万羽がこの地で越冬する。ヨーロッパ大陸やシベリアなどから飛来する渡り鳥もいる。鳥類の種は108種以上と見積もられ、100万羽に及ぶ黒アジサシを筆頭にオオフラミンゴ、 重色ペリカン、白ペリカン、ハジロコチドリ、オオソリハシシギ、アカアシシギ、コウバシギ、ダイゼン、ヘラサギ、セグロアジサシなどが見られる。また、海生哺乳類に目を移すと、薄色イルカ、ハナゴンドウ、マイイルカ、ハンドウイルカ、シャチ、ナガスクジラ、地中海モンクアザラシなど、こちらも多彩である。特に絶滅寸前の地中海モンクアザラシは、 約100頭の生息が確認されており、これは全世界の生息数の約25%と見積もられている。また、絶滅が危惧されているウミガメも多く、絶滅危惧種の青ウミガメと赤ウミガメ、絶滅寸前のオサガメとタイマイ、気球種のヒメウミガメの繁殖も確認されている。魚類にも希少な種はいくつもおり、絶滅危惧種のノコギリエイの仲間、 気球種の白し木ザメなどが生息している。現在では砂漠が差し迫っている沿岸部もサハラに緑が溢れていた時期には肥沃な三角州が形成されていたと推測されている。ティドラ島など公園内の島からは石器時代の人類の生活アートが発見されている。近世以降はオランダ人、ポルトガル人、フランス人などが 一帯の支配権を争い、目まぐるしく統治者が交代した。バン、ダルガン、アルガン暗礁の名が示すように一帯は暗礁の多い浅瀬が拾っており、1816年にはフランスのフリーゲート艦メルーズ号が暗礁に乗り上げ、多くの犠牲者を出した。しかし、逆に、こうした難所となる地形によって自然環境が守られてきたという指摘もある。 公園内には1000人ほどの先住民族が住んでおり、彼らはイルカの習性をうまく利用した伝統的なボラ漁を営んでいる。彼らのボラ漁は持続可能性を満たす適正なものだが、公園指定地域のすぐ外では乱獲が行われ、水産資源の悪化が懸念されている。国立公園は自然環境の悪化への懸念から観光客の立ち入りは認められていない。 バンダルガン国立公園は1976年に設定された。1982年にはラムサール条約の登録地となり、1986年にはブランミサキのレブリエ湾完全保護区とラスクエベシリアス完全保護区を合わせたブランミサキ完全保護区が追加された。ブランミサキ周辺は全室の希少な地中海門クアザラシの生息域になっており、 完全保護区の設定は、地中海文句アザラシの保護を主目的としており、世界最大の生息地となっている。IUCN カテゴリーについては、バンダルガン国立公園全体は、E、国立公園だが、ブランミサキ完全保護区のみは、いや、厳正保護地域となっている。1989年に、モーリタニア発の世界遺産として登録された。 世界遺産としての正式登録名は、バンク・ディ・アーグ・イーン、ナショナル・パーク、英語、パーク・ナショナル・ DU バンク・ D ・アーグ・イーン、フランス語である。その日本語訳は資料によって、以下のような違いがある。世界遺産委員会は、バン・ダルガン国立公園の顕著な普遍的価値を、こう説明している。バン・ダルガンは、映像をする鳥たちや旧帰宅の渡りをする。 小金類にとって世界でも最重要地域の一つである。大西洋岸に位置するこの公園は砂丘、海岸の湿地、小さな島々、浅瀬によって構成されている。砂漠の瞬間さと海域の生物多様性とが比類のない対照的な自然的価値を持つ陸上、海上の景観を作り出している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。